まあ、YouTube だー、よろしくお願いします、よろしくお願いします、 YouTube だ、イエーイ、めっちゃホリデー、ありがとうございます。ということで、今日はですね、久しぶりに、まあちょいちょい言ってたんですけど、もう同じもしか基本買わない、食べないっていうことが、結構やってますので、久々に買ってました。しかもね、これね、白飛びっていうんですかね、光でねちょっと飛んでしまうと、なんで、せっかく高く買ったやつを、ジオですね、オレンジ色だったんですけど、結局黒のマジック塗りました、白飛びするということです。高かったのに、結局マジックで自分で塗るんかいっていう話です。業務スーパーさんに行ってきました。買ってきました。まあ、ですね。本当に、なんて言うんですか。自分が食べたいものなどを買ってきたので、もうこれはもう本当にあんまり言えないんですけども、もうね、皆さんに紹介するというか言うんじゃなくて、こういうの食べてますよみたいな感じになってますけども。ですね、まあ、だいたいもう、本当、恥ずかしいんですけども、普通におにぎりをね、二つおにぎりをね、お昼に食べてやろうかな、みたいなね。55円安くね ?55円ってことでね。二つ買っちゃいました。これ、お昼に食べてやろう、というね。そして、まあ、もうほんと、すごいベタですいません。ウーロン茶普通に買ってます。なんて書いてあるかな?メーカーはちょっとわかんないけども。お茶屋さんが作ったウーロン茶。ね、美味しそう。ね。これはね、いくらだったっけな。ちょ、忘れちゃいましたけど、これね、85円。安くね?こんなにいっぱい入ってるのに。85円買っちゃいました、ね。そしてね、俺ね、これ、知らなかった。初めて見た。こんなんあったの?と思って。シームーチョ。シームーチョ、しかも、10% 増量されてる。ちょっと多い。普段よりちょっと多いんだね。シームーチョ。この人、あれだよね、カラムーチョの時にいたおばあちゃんだよね。もうね、辛いとか、ヒーとか言わないんだね。10%増量、普通に喋ってますね。ということで。こんなん出てんのと思ってね。と思ってね、これがね、いくらだったっけな、結構安かった。シームーチョはね、68円、1個。68円。なんか、安っ!と思って。68円安いなと思って。もう1個買っちゃいましたね。ただほら、ポテチあるあるなんですけど、よくね、バーン開けて、じゃあみんな食べようぜと思ったら、袋開けたら半分ぐらいしか入ってねえみたいなね。空気かい半分みたいな。ちょっと、そんな雰囲気、ここまで、こうありますけれども、こう触った感じ、ここまでしか中身が入ってないみたいなね。別にね、これはね、シームーチョさんが悪いとかじゃなくて、やっぱね、そういうなんか、こう、パリパリ感を出すためには、やっぱ空気いっぱい入れておくのかな?わかんないけれども、10% 増量ですからね。増量でこの感じですから。まあ、なんでもないです。気にしないでください。もうちょ、思わずね、二つ買っちゃったよ、ということで。ちょっとね、安かったな、と思ってね。で、まあ、もうね、なんて言うんですかね。業務スーパーさんに行ったら絶対これはもう、俺はもう買わなきゃいけない。もう買う、これを買うために行ってんじゃないかっていうね、感じです。前にも、買ってるんだよね、これね。前にも買っちゃったんです。ですね、これだ。じゃんじゃじゃーん。ね、でかっ。牛乳パックと同じサイズですね。牛乳パックのサイズ。ほら、牛乳パックデザート、スイーツでしたっけ?デザートでしたっけ?ちょっとわかんないけど。8人前の、カスタードプリン。ねえ、ちょっとうまそう。ほら。ねえ、こっちの絵もこう。ねえ、お店でね、こうね、毎回言ってるんですけど、これね、お店でね、こうね、ちょっと、こう、ね、おしゃれなお皿とかに入れて、ポイって出されたら、もうほんとこれは、もうお店の味、みたいな感じですよね。これカラメルは入ってなかった気がするなぁ。これカラメルは入ってないんですけども。でもまあ美味しい。ね。賞味期限もですね。今日は2月の15日です。で、ですけども、あ、こっちか。ごめんなさいね。賞味期限は、4月の19日。結構持つね。結構持つ。だからまあ、とりあえず、8人前でね、1リットル。これね、開けた時が楽しいんです。開けて、これね、この牛乳パックパッて、こう両、片っぽの開け口がついてますけど、これ、全部開けてね、お皿にドーンって出すの。この大きさの、この大きさのプリンが、ベローンってきますから、これは楽しい。それが楽しい。ね。ただもう、そうやっちゃうと、ちょっと辛いけど食べなきゃいけないんだね。もう苦しい、もういらねえっていうほどですけど、食べなきゃいけない、これね。でもまあ、そういうのは楽しいよね。
これ家族でやったら楽しい。まあまあ一人も楽しいんですけど。一人だったらね、もうスプーンでガーって食べたりとかね。そんなもいいから、これで安い、しかも、248円です。248円。こんないっぱい入ってるのに。すごいなぁ。で、もう調子に乗りました、今日は。もう一個買っちゃった。チョコババロア、同じやつ、似たシリーズのやつ。並んでたからつい思わず買っちゃう。こっちも78円。これはね、これもあるんです。うちの子供のね、これね、リクエストなんです。前ね、ほら、チーズ、レアチーズあったんですけど、あれもね、美味しいんです。あれもなんかね、ヨーグルトゼリーみたいな感じでね、こう、結構ね、さっぱりしてて美味しかったんですけど、でもね、うちの子はね、濃いんですよ、正直なとこ。だから、結構ね、こんなにいっぱい食べると結構、まあまあまあ、甘いもん好きな人はいいんですけど、まあまあ、俺もね、全然いけんですけど、ほんとね、こういうね、チョコレートドリンクがいけんじゃねっていう感じで溶かして、やったら、それぐらい結構ね、濃厚な感じ、結構ね、濃いめの感じなんで、うちの子供たちはね、こっちの方がいいよ、これが食べたかった、みたいな、レアチーズせっかく買ってたのに、的なのはちょっとあったんですけど、まあまあ、これも開けて、ベローンってね、こうね、牛乳パック1本分がお皿にドラーンってなるんですね。それが、このシリーズは楽しい。そこが、楽しいよね。で、それを、このスプーンで、あんむみたいなね、なかなかね、お店じゃできないですよ。このスプーンいっぱい山盛りをね、バクみたいなね、そのバク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 っていけるんですよ、これ。これね、まあまあ、同じですけど、値段がちょっとこっちはね、やっぱ材料費の問題とかもあるんですよね。これ、こっちはね、275円。これさ、だ、30円ちょっとこっちの方がね、お値段が張ってますけど。まあまあ。でもこれもね、美味しい。こんな感じで。ほんとね、これ、こう、ちょびっとね、こう、乗せてね、デザート、最後のデザートみたいなね。まあまあまあ、おしゃれな感じにやってるのもありだと思うんですけど。もうほんと、そんな人はね、ほんと、もう、あー、これ、ここのレストラン来てよかったな、っていう感じね、思うぐらいの、この、ね、どっちも美味しい。うん。あんまり振っちゃうと。全く中でぐちゃぐちゃになっちゃうから。あれですけどもね。これもね、開けて、こんな感じでね、こう、食レポとかね、したいなーっていうところはちょっと気持ち的にあるんですけど。これはちょっと、開けちゃうと、もう持って帰るのが、ほら、スギちゃんのネタみたいな感じ。ね。ワイルドスギちゃんみたいな。開けちゃったぜってね、なっちゃうと、もう。ね。まだまだ、電車に1時間乗るのに蓋開けちゃったんだぜみたいなね。そう、ワイルドな感じになっちゃうんで。こうやって持って歩かなきゃいけない、こっちが。ね、もうそうならない。ちょっとこれごめんなさい。食レポみたいにちょっとごめんなさい。できないんですけど。まあまあ、とにかく美味しい、これは。美味しいんです。もうね、結構昔、テレビでね、紹介してた時とかがあって、あ、これもね、書いてあった。なんか、ヒルダンデスがどうとかって書いてあったから、あんまり やられちゃうと、本当あんまり売ってないから。そうそうそう。もう最近、まあ、あんまり、わかんないけど。まあでも、こんだけ買ってね、こんだけ買いまして、922円。ね、合計で。あ、そうそうそう。さっき言ってた値段は、税抜きですからね。で、そう、税金が入ると、また見たいなね。さっきの言ってたね。なかなかね、美味しい。そう。ほら、初めて見た、これね。まあまあまあ、そんな感じでね。もう本当に、恥ずかしいんですけども、こういうね。もう本当、この辺、これはまあ家族で食べますけど、あとはもう個人的に、もう食べてやろう。二袋全部食べてやろう、みたいなね。いっぺんに食べてやろうかな。一袋食べやったら、もうなんか結構食ったら、みたいな。もう一袋開けて食ってやろう、みたいなね。嘘ですけどね。それはね。はい。ということで、俺も炭水あるから、あんまりポテトチップとかあんま食べちゃいけないんだけど、まあ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 、そういうことや。以上です。終わりでございます。ちょっと待ってください。ちょっとね、これ邪魔だな、これ。ということで、以上でおしまいです。また、なんかのタイミングで YouTube 待っております。ありがとうございました。ありがとうございました。さようなら。